はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、おすすめのジャッカルルアーということでね、こんな感じでお送りしていきたいと思います。ちょっとね、緊急事態宣言ということで、僕ですね、神奈川県に住んでるんですけど、ちょっとね、感染者数がちょっと多すぎちゃって、で今ね、お盆休みなんですけども、ちょっとね、外出るのも怖いんですよ、正直ね。でやっぱり人も多いと思うんで、進撃の引きこもりと言ってツイッターでつぶやきましたけども、頑張って引きこもってます。でですね、やっぱりね、ネタがないですわということで、今回ね、ジャッカルルアーのおすすめなものをね、ご紹介していきたいと思います。まあ主にですね、僕のチャンネルで釣果が上がっているルアーですね、ご紹介したいと思います。さあまずはね、クランクベイト。さあ、クランクなんですけども、僕はですね、昔ね、チェリーっていうクランクベイトがあったんですよ。それね、よく使ってたんですけど、今ねもう発売してなくて、霞にね行くことが多いんですけども、それでね、ジャッカルのね、ババさんが作ったブロックリッパー、こちらをね結構使うことが多かったです。で実際ですね、ちょっと霞で釣れてないんですけど、野池で結構釣れました。はい、シャローもミドルもハードに叩けということで、本当ですね、ボトムノックですね、やっぱり結構ね釣れました。岸釣りでのクランキングに照準を絞り開発されたブロックリッパー、コンクリートの護岸や石積みなどのハードストラクチャーを値上がりなく大胆に攻めることで、広範囲を効率よく探れるとともに、ソフトベイトでは食わせきれなかったバスを反射的にバイトに持ち込みますということで、結構ね、泳がしていただけると分かるんですけど、シャットなんじゃねえのかってぐらいね、かなりハイピッチです。なのですごくね、おすすめです。一日中ね、朝から晩までこう、まあ晩までやらないか、ね、巻き続けてね、バスがね、数本釣れるんじゃないかなっていうぐらいのね、ポテンシャルを持ってるとね、私も感じております。ちょっとね、YouTube の撮影上ね、一つのルアーだけとか、あまりちょっと映えないんで、なかなかね、丸一日一つのルアーってことはやらないので、なんとも言えないんですけど、ちょっとね、今フックが錆びちゃって、最近ね、使ってないんですけど、すごくねおすすめできるクランクベイトです。で今度 SR ですね。 SR 僕ね使ったことないんですよ。なんですけど、ブロックリッパー MR の動きをそのままにね SR になってると思いますので、すごくおすすめだと思います。でやっぱりね、 MR だとね、ちょっとそこをねこつきすぎちゃうんですよ。なのでやっぱりこうこまめにね、先行レンジに合わせて SR と MR をね使い分けてあげるというのがね、すごくおすすめです。結構ね、そこをこつきすぎちゃうとね、かなりバスって警戒するので、ハードボトムだったらいいんですけど、やっぱりね、モワモワしすぎちゃうんですよ。ね、泥底とかはね、モワモワさせすぎちゃうんで、水深に合わせて SR と MR を使い分けるといいと思います。はい。で、ジャッカルさんのね、いいところは、カラーが豊富ってところですよね。ね、こんな感じで。僕がですね、実際買ってよく釣れたのが、ババタフ明滅レーザーということで、実際問題ですね、僕これしか買ってないんですよ。なんですけど、もうかなり釣れましたので、すごくおすすめです。さあ次ね、行ってみましょう。さあ次はですね、シャットですかね。そう、ここら辺はね、多分ソウルシャットぐらいしか釣ったことないと思います。あとあれか、スパイテールかということで、ソウルシャット、今更ながらですけど、超高速から低速まで抜群のバランスでバイトを誘発するマスターピースということで、パッケージを開けてまっすぐ泳ぐルアーっていうんですか、本当ですね、ソウルシャットか、あと OSP のハイカットですね。本当ですね、パッケージ開けてまっすぐ泳ぐルアーっていうのがね、意外と少なくて、本当ですね、僕の経験上ソウルシャットか OSP のハイカットぐらいしかちょっと泳がないんじゃないかなって思ってます。まっすぐね泳ぐようにするチューニングをトゥルーチューンっていうんですけど、まあ、それもね常に必要ではあるんですけど、全然必要とねしないぐらいバランスがいいのが本当ソウルシャットです。なので初心者さんとかね、トゥルーチューンとかあまりやらないと思うので、本当ねパッケージ開けた瞬間からねすごくいい動きをするので、なのでねソウルシャットはとてもおすすめですね。まあ例えば朝一ねブロックリッパーとかやってみて、日が高くなっちゃってもう朝二ですか、昼間とあまり変わらないようなね朝になってしまった時はもうソウルシャットをね一日中巻き倒すとかでもね全然いいと思います。はい。でね、さらに中層でのストップ&ゴーやトゥイッチアクションにおいてもねすごくいいということで、ワームみたいにね誘っても釣れちゃいますので、なのですごくね便利です。でね、ワームとかですと中層をね誘えないんですよ。基
基本ねワームってあのボトムで誘うのとあと中層で止めることができないですよね。なんですけどソウルシャットのサスペンドモデルを使えば中層で止めて誘える。でまあね自分がよく使うのはソウルシャットのね4号もかなり釣れますし52もね使えますし58ですかね。だから全部使うかな。だけどまあ一番釣れてるのは4号です。4号無敵ですね。そのぐらいねあの釣れるシャットですね。もう小バスも釣れるし普通のバスも釣れるし大きなバスも釣れちゃうしね。なのでねすごいですよ。やっぱりねこうやって見たけど ね4号からもうずらーっと、ね、DDR っていうディープダイバーを超えたディープダイバーもありますんですごくいいです。でさらにやっぱりねカラーですよね。結構ねあのカラーをこだわる方っていうのはたくさんいらっしゃいますので、あとやっぱりね水の色なんですよ。水の色によってねあまりこう光らない黒金なんだけどマッティチャートフィッシュとかですね、あとこういうねシラウオとかね、このチャートバックブルーギルとかも結構マニアックなカラーですね。ゴーストワカサギとかすごくねやっぱりカラーがね豊富なのもねいいっすよね。ジャッカルはあともう必ずね釣り具屋さんに売ってる、もうこれがね最高です。僕もねなかなか釣り具屋さんに行けないんでそれがすごくありがたいですね。さあシャットということで、まあミノーよりかねシャットを巻くことが多いですねやっぱり。あとスパイテール IG とね SG というのがすごく面白くてですね、まあ、ちっちゃいジョイクロみたいな、今ねジョイクロ70とか出てますけど、まあ、それ以上にね細身のジョイクロみたいな感じですね。ちょっとねマッティシャローレイクだとあの目立たなすぎるんで、ただ小魚のボイルが多発してる時とかねスパイテールすごく効くと思います。あとはクリアレイクですね、フジココとかですね、やっぱりワカサギがすごくこうシャローに寄ってる時とかすごくシャローで浮いててバスのボイルも見える時とかですねスパイテールも有効だと思います。さあお次はねバイブレーションね、こうやって探っていくともう全部釣れますよ、はい。ここでですねやっぱり一番、ボボチャンネル的にあの一応実績があるのはですね TN バイブレーションということで、まあ、一番ベーシックなバイブレーションですね。安定したスイミング姿勢とキャスタビリティ、優れたボトム感知能力、泳ぎ出しと平打ち直後の立ち上がりの良さと特性を持つ TN シリーズ。あの本当この通りでただ巻きでも釣れるし、物にねぶつけた後も釣れるし、泳ぎ出しもすごくいいですし、超かっ飛ぶし、もういいことしかないです。でやっぱりこれもねお近くの釣り具屋さんで手軽に買える、もうこれが最高です。はい、こんな感じですね。もう説明不要なんですけど、まあ、一番僕の中で使用頻度が高いのは TN60 ですね。なんか65もありますけど TN60 が一番なんか使いやすいですね。サイズ的にもちょうどいいと言いますか。 TN70 もあります。確か80もありましたね。こんなビッグサイズ琵琶湖でね60アップが釣れたっていうので一時期すごい有名になりましたけど、そう3メートルレンジをね攻略できるバイブレーションってなかなかないんで、すごくですねこういったものもねボート釣りとかで、あとは急進なところとかですね、そういうところをね効率よく攻めるにはねこういった80ミリのバイブレーションいいと思いますけども、さすがにねちょっと神奈川県地元のフィールドハイプレッシャーすぎちゃってなかなか使えないんですけど、結構ねあのもうバスがねシャローにも沖にもあまり見えないって時はね意外とバイブレーションガンガン巻いた方が釣れたりします。こうやって見るとね全ジャンル釣れちゃうのがジャッカルのほんとすごいところです。さあトップウォーターということですね。でジャッカルのトップウォーターはですねボボチャンネル的にはちょっと動画ではあんまり釣れてないんですけど、ポンパドールですね。ポンパドール、通常のポンパドール、ポンパドールがね出たばかりの時はそんな跳ね物ってなかったんですよ。なのでもう出た当時は結構衝撃だったと思います。でですね結構あのアピール力があるんですよこのポンパドールね。でこういった、まあ、羽もそうですけど、この後ろのペラですよね、こういうところもねすごいキラキラしてて、やっぱりそのフラッシングですか、そのフラッシングでね寄せられる高活性な魚っていうのは結構いまして、一時期結構いい思いしました。最近はどちらかというとダッチとかああいったなんだろうハイプレッシャーなバスに対して有効的なピクピク系のね羽物を使う方が多いんですけども、通常のポンパドールもねほんと適度にアピール力が強くて広範囲をね探るのにすごく向いてますので、とにかくね間違いないルアーです。ちょっとおかっぱりだとねあれなんですけど、まあ例えば神奈川県のフィールドですと相模湖とか津久井湖とかね
もうおかっぱりするよりかね、そういったボートに乗った方が高活性な魚に出会えたりしますので、そういったところでね、ポンパドールすごく活躍できると思います。ちょっとね、なかなかあのボート乗れてないんですけど、ちょっともう緊急事態宣言がね、9月も多分延長すると思うんで、この流れでいくと。なのでね、相模湖、津久井湖、ちょっとチャレンジしようか今考えております。さあ、ポンパドールですけども、まあ、トップウォーターのねカラーはね、黒とか、あとはこういうね目立つピンク色とかですね、まあ、僕の持ってるこのライムキャンディーってやつですけど、とにかくね、あの視銀性がいいのはいいです。やっぱりトップなんで、トップで誘う分にはね、水中につけないんで、作法のその色とかリアルとかそこまで重要視されないと言いますか、僕は重要視しておりません。いや、全部おすすめですよ。とにかく、とりあえずとにかく間違いないです。はい、次は、ビッグベイトなんですけど、ジャッカルのねビッグベイトは僕釣ったことないと思います。一応持ってはいるんですけど、なぜかというとですね、もうジョイクロとあとサイレントキラーでどうにかなっちゃうんですよね。あとまあブルーシューターとかでね、どうにかなっちゃうんで、一応持ってはいるんですけど、結局スタメンのボックスに入れるのはその子たちになっちゃってます。まあ、中でもね、一番あのおすすめなのは多分ダウズスイマーの180だと思います。あとその次にね、あのブラストボーンで、今度ブラストボーンのジュニアが出るそうなので、そちらもねおすすめです。あとガンタレルですか。だからなのでね、ちょっと当チャンネル的にちょっと実績がなくて申し訳ないんですけど、すべてね使い込めば釣れるルアーですので、ぜひともね、ジャッカルがすごく好きだという方はジャッカルでね全部揃えてみてもいいと思います。さあ、こんなもんかな。あとはスピナーベイトか、ワイヤーベイト、デラスピンも結構釣れたし、スーパーイラプションジュニアで、おすすめなのはね、このスーパーイラプションジュニアですね。適度な大きさなんで、奇跡のブレードが生えるコンパクトバーサタイルワイヤーベイトということで、とにかくね釣れます。もうそれしか言えなくて申し訳ないんですけど、あとね価格もね、安くていいんですよ。であとどこでも買えるってとこですよね。イラプションジュニアは最近あまり見ないかな。あとカラーですね。ブレードのねカラーが面白くていいんですよね、イラプションジュニアって。でこのストラスチャートストライプっていうのも、ね、表向きが金なんですけど裏がチャートとかね。あとこのワカサギストライプというのも、表向きは銀なんですけど裏がパープルとかですね。すごくこうブレードが面白いですよね。でこのブレードが、裏っかーがね塗られてることによって明滅効果っていう、とてもですねリアクションバイト、反射食いさせるのに効果的なブレードシステムになりますので、こういうのもね採用されているのがジャッカルのスピナーベイトですね。なのでまあちょっとね変わり者、こういったねブレードの変わったのってあまり他のメーカーじゃないんで、なのでね別にジャッカル好きじゃないし、別にっていう方でもね、こういったブレードのものってあまりないんでね、買ってみてはいかがでしょうかみたいな感じですね。さあ、こんなもんかな。あとはね、他にもねいろいろとこうルアーがあるんですけど、さほど当チャンネル的に実績がないのであまりご利用しできない感じです。とりあえずねソフトベイトですね。はい、一応ね一番実績があるのは RV バグ。これはですねもう説明不要ですね。特に愛用するのはこの 1.5 インチの方です。はい、で何でも OK で、ダウンショットキャロライナリングね、ダウンショットはねよく使いますけども、基本はねノーシンカーです。はい、で霞の水路で使うことが多いんですけど、最近ね行けてないですけどね、緊急事態宣言なんで、まあぴょんぴょんねちっちゃいカエルみたいに跳ねさせるとゴボって出ます。はい、であとねコバスもね大好きなんで、もう何でも釣れちゃう。はい、サイズ問わずということ で 3.0 インチねあるんですけど、まあ僕的におすすめなのは、この8本入りの 1.5 インチですね。で張り持ちもねすごくいいんですよ。あとやっぱりねカラーの豊富さですね。こんだけたくさんあるんで、こっちはあれか3インチのカラーですね。ね、こういうチャートもね、アマガイルパターンってあったりするんで、ね、アマガイルってね黄緑色じゃないですか。なのでアマガイル食べてるね魚に対してはこういう黄緑色、あとねこういうホワイト、白いイカがね結構飛んでるんですよ。なのでそういう白いイカがオーバーハングの下とか飛んでたら、この RV バグの白とかかなりおすすめです。でね一番使うのは、僕はねダークグリパンブルーフレークですね。すごく万能です。霞でも釣れるし。さあ、ということでこんな感じかな。あとはもう一つ進めるとしたらフリックシェイクですかね。最近はねドライブクローラーばっかり使っちゃってますけど、まあ、色がね映らないんですよドライブクローラーって。
なんですけど、まあ、フリックシェイクもめちゃくちゃ釣れます。もうカラーは何でもいいと思います。もう多分全部釣れるかな。なんですけどおすすめ的にはやっぱりグリパンとかですね。あとはちょっとこれカラーが分かりづらいんですけど、やっぱり濃いカラーですね。であとラメが入ってるカラー、はい、特にマッティシャローレイクなんかはね、そういったカラーがおすすめです。でやっぱり相模川とかね、ステインウォーター系はこういうちょっとこう薄い白とか、あとはこうグリーンパンプキンペッパーもそうですし、あのスモークがあるといいんだよね。スモークシナモンシュリンプとかも多分そんなカラーですね。パープルスモーク、通常のスモークカラーでいいと思います。濃い、今は濃い色が多いんですね。まあだけど困ったらグリパンです。はい、では以上ですね。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ジャッカルのルアーもかなり使用頻度高いので、もしねジャッカルが好きな方で、さらにねあまりジャッカルで釣れたことないっていう方はね、まあ僕の釣れてる動画を漁っていただきますと、ジャッカルのルアーで釣れた動画がねちょいちょいありますので、見ていただけたらと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペことボボちゃんでした。またですね、次回の動画でお会いしましょう。バイ。